勉強したくない時は目を閉じて、今日発表された試験の結果を知った自分のイメージを想像してください。残念ながら今回は合格しませんでした。あなたはきっともう一度チャンスをくれませんか。今度こそ必ず全力で勉強します、と言うでしょう。そして目を開けると、あなたには新しいチャンスがありますよ。